メール読みましょう。よろしくお願いします。サチオさんよりいただきました。はい。皆さん、西山さん。寝てんなまだ。西山さん、皆さん、こんにちは。ラジオ内でひょろっと男子のグループラインの話などが出ますんで、はいはい、お二人はグループラインで何か連絡あった際に何か返信されますか、うんうん、それとも既読無視で済ませますか。おお。基本的には全員じゃないか、うん。3人いるんですよね。僕と梅ちゃんと矢島さん、ディレクターの3人いるんですけど、ね、基本的には梅ちゃんは無視。既読無視ですよね。そうでしたっけ？基本的には。ああ。スタイルは、そうじゃないですか。そうね。うんうん。え？今日だっけ？そうじゃない。グループライン、俺結構返信してる気がするけどな。本当ですか？この前でも僕一応送ったの覚えてます？ああ、それは無視したね。うん、そうだ。僕は基本的にグループラインはね、存在しないのと一緒だね。グループラインに参加した瞬間に僕はミュートしますから。どのグループラインも。絶対的にね。そう。もうめんどくさいじゃん、ピコピコピコ。まあ確かにね、めっちゃなるしね。やだ。人数多ければ多いほど。ひょろっとのやつは西山さんの方が返さないよって今言われてましたから。そんなことないですって。僕1分以内に返してるからね。なんでそれは。めちゃめちゃ好きじゃん。2人で連絡取ればいいのに。好き。愛あるじゃん。いや基本的に僕は既読無視だね。